状態で真空が完了です。お客様にはこのような形でお届けするようにしておりますので、その後すぐに食べていただく方には常温でもよろしいんですが、長期間食べないでまた食べてみようかなというような状態の時には届いたらすぐに冷凍保存をお勧めします。そうしないと常温で保存していただいてるとカビが生える可能性があります。これを気をつけていただきたいと思います。そして冷凍したお餅を解凍を自然にしないで冷凍のままを、お餅をかぶるぐらいのお湯を入れて電子レンジで1個1分という状態でしていただくと突き立ての状態のお餅に戻りますので、ぜひこの食べ方をお勧めします。よろしくお願いします。